はい、おはようございます。ラスカルでございます。今回の動画はね、久しぶりに高野目さんの本店にお伺いしております。というのもね、まあもちろんこちらのお店は昔からもうすごくお世話になっているんですけれども、今回ね、こちらの限定メニューが販売するということで、発売日よりもちょっと前乗りしてね、お邪魔しました。で、今回いただくのがね、こちらのメニューでございます。やっべえ見た目の通り、これ煮干しをね、もうゴリッゴリに使ったメニューとなっておりまして、これちょっとね、後ろにもう画面見えてるんですけど、これね、限定販売1日予定ですが、これをね、1日で全て使い切ると、もう元々のね、こう濃厚なスープ、豚スープに負けないぐらいね、煮干しをぶち込んだもうめちゃめちゃギリッギリの濃いやつになってるらしくて、今回はね、こちらのラーメンをいただいていこうと思います。それでは早速いただきます。ちょっとこれスープがやっば二郎系のお店の色味とか濃さじゃないよねこれ見た目はね、完全に煮干し屋さんですねちょっとスープからいただきます。おお、社長、めちゃめちゃ煮干し社長社長すごい。あー、すげえ、やばいっすねこれ、めちゃめちゃ濃い。夜中1時2時ぐらいこしました営業終わり。そうですよね、高豆さん特有のこの濃い豚のスープがあるから、煮干しはね、めちゃめちゃ濃いんですよ。ただえぐみとかそういったその煮干しの嫌な部分っていうのがうまくね、まろやかになっているので、濃さと旨味がね、すごくバランスいいっす。あ、めちゃめちゃうめえわよいしょ、ちょっと麺いこうかな、これ。そしたらこの、うーわ、うまそう。めちゃめちゃスープが絡んでる麺をいただきます。よっ、よいしょ、いただきます。これうめえわ。やっぱスープだけいくとだいぶね、この具材の濃度が高いので、どういうバランスでまとまってんのかなと思ったんですけど、もともとこのね、高野目さんの麺ってすごい個性が強いんですよ。かなり小麦の香りとかで、もちもちしてるんだけどわしわし感もあったりとかして、そのね、個性の強い麺にね、ぴったり合ってんのねこれ。あ、うまっ。で、今回は実際のね、販売の前にいただいてるので、チャーシューは普段出しているバラ肉なんですけれども、実際にね、販売にする際にはもう低温のレアチャーシューを使うらしいです。うまっ、これうまいっすねこれ。スープ飲んじゃうわ。あ、これ背脂をあえていきます。これ背脂とこの岩海苔と、うまっ。これだったら週にできちゃう。あ、これマジでうまい。この前あの蒲田で撮った時にすっごいコメント欄で言われたのが、高野目さんだけなんかラスカルさんちょっと偉そうですねって言われた。喋ってる時みんなに伝えたい、もう創業以来の飲み仲間だからって言いたい
うまい。でも不思議とこれ煮干しめちゃめちゃ濃いんですけど、塩分のねバランスがねすごくちょうどいいです。醤油のその返しタレなんかも普段とは違っていろいろね出汁とかを加えてまろみをね出してるらしいので、すごく味を調整された一杯になってて本当にうまい。いやこれ食べないのもったいない、本当に。まあ、ちょっとねこの味変アイテムにこちらの生卵に煮干し粉を混ぜたものをいただきました。かなりね濃厚なんで普段のねラーメン食べてる時とかと一緒にねこのつけ麺風にちょっと食べてみましょう。よし、これ見えます、これ。あーうまそう。あうん、あ、めちゃめちゃ合うわ。うまい。これめちゃめちゃうまいですね。これ絶対みんなに試してほしい。うん、まろみは増すんですけど、その煮干しの嫌な部分が増えるわけじゃなくて、ただただ香りが増えるだけなんで、余計にやっぱ苦手な人でも楽しめる煮干しになりますね、こっちの方は。この限定やばいですね。やばい。いいよ、じゃあ。なんかほんと最近幸せなことにこのラーメンの動画を撮るともうほぼ好みのやつしか当たってなくて、結構今最近は幸せなラーメンライフを送ってますね。あと返し 15cc ぐらい足すだけでつけ麺もできそうだしね。つけ麺もね、やるんですよ。つけ麺もやるの？ちょっと皆さん、あの今回のねこの煮干しのラーメンが好評だったら、次あのイカ煮干しを使ったこうねつけ麺もやる予定らしいので、もう絶対食べに来てください。個人的につけ麺が食いたいんで、それも。もう絶対やってほしいから、みんなね食べに来てください。一瞬でなくなっちゃった1キロ。うん、重く感じるようで食べてると実際は全然重くないですね。じゃあこれちょっとなんだかんだ最後の一口でございます。うん、うん、あーうまかった。ごちそうさまでした。あーごちそうさまでした。うまかった。はい、ということでね、ただいまこの限定のね煮干しのラーメンいただいてきましたが、もうねマジでうまかったです。ほんと煮干し屋さんもう専門店にね負けないぐらいうまいラーメンになっておりました。でこちらのね限定メニューなんですけれども、5月のね23日の日曜日朝の6時半から400食限定で1日だけね販売する予定となっております。ぜひね予定が空いている方はこちらのね高豆さんの本店でこの煮干しのねラーメンをぜひ食べてみてください。本当にねもう二郎系のお店が出す限定のレベルじゃないので、煮干しをね普段食べない人から煮干しが大好きな人までね
もうみんなに満足いただけるすっごい濃いうまい一杯となっております。またね、この高野目さんの一番の魅力っていうのは、もちろんね、普段のラーメンものすごく美味しいんですけれども、かなりね、社長さんが結構おおらかというか、もう懐が広くて、各店舗のね、店長さんが、まあ、作りたいって言った限定メニューを作らせるみたいなところがあるので、もうね、各店ね、もう日が変わるごとにね、いろんな限定が楽しめるんですよ。もうね、ここがね、高野目さんの一番いいところ。本当に何回通っても美味しいがね、もう飽きないお店ですので、ぜひね、この限定に限らずですけれども、この高野目さんでね、美味しいラーメンを食べてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。編集できる日、明日しかね、できる一日で終わるかな間に合うかな、やばいな。帰ったら今日すぐ編集だな、寝れないな今日これ